どうも、借金センターで9万円を借りに来ました。なぜならグランブルーファンタジーでお金がないので。ということでね、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はこちらの、広告にね出てくるアプリですわ。お願い社長というのをご存知でしょうか。僕ね、実は結構やってんだよね。実は結構やってて、まぁ、ちょっと今回こちらのゲームを、まぁ、今の道中を紹介しますわ。ちょっとじゃあ、まぁ、まずスタートボタン押してみよう。俺今サーバーのね、S274 ってところでやってます。なんか満員でもう他のアカウント作れないらしいけど、なんか人全然いないですね。で、まぁ、このゲームじゃあどういうゲームなのか。お願い社長ってさ、すぐ借金センターで10万を借りるとかさ、なんか、あなたはどうしてそんなに強くなったのとか、なんかこう、あなたに魅力ないわ、くそ、借金センターで10万を借りるみたいなのが多いじゃないですか。どういうゲームなのかっつうとね、放置ゲーなのよね。そう、このゲーム。このゲーム実は放置ゲーですね。うん。で、まあ建物があるんだよ、こんな感じで。例えばだけど、初期はタピオカ屋があるんですよね。初期はタピオカ屋のみなんだけど、例えばタピオカ屋とか、スーパー、ネカフェ、超級スパ、超級バー、超級飲食店、超級ってなんだよって感じですけど、まるで小説家になろうのごとく、超級、まさか、こいつ、超級ステータスをお持ちなのかみたいな、そんな感じになってるけど、なんかこういう建物があって、で、この建物ごとにお金が手に入るんですよね。そう、ほら今、秒速2770万。もうちょっとまだね、某翼くん以下ですけれども、まあ、秒速で2770万円稼ぐ建物っていうのを今作ってる状態なわけ。うん。で、まあこういうのをその集めていくと、そのお金がどんどん秒速どんぐらい溜まっていくのかっていうのがその上がっていくんですよね。で、俺が今合計秒速は 1.8 億。あ、もう翼くん超えました。秒速1億を以上を稼ぐ男として今名を馳せてるんですけれども、まあこうやってそのお金を稼いでいくっていうところと、あと実力ってのがあるのね、左側に。で、この今総実力俺2175万なんだけど、この実力を伸ばして、敵をぶん殴ると、敵をぶん殴るゲームもあります。じゃあちょっとやってみようか。まあ、商戦っていうのがあるんだけど、これは割と割り借りやすいかな。例えばじゃあ買収、まあこれはちょっとね、敵のなんかこうマップがあって、なんだろうな、この戦略系ゲームみたいな、まあ、こんな感じでこう転がってるんだけど、これをじゃあ例えばだけど、よいしょ、敵を倒します。自分が今まで育ててたキャラクターが金で大枚はたいて敵をぶん殴り始めるんですよ、こうやって。こうやって敵をね、ブブ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 、ずっとこの BGM だから、もうこの BGM 変わらんね。こうやって敵を殴り続けるんですよ、マジだから。これこうやってこう敵をベジーベジーって投げ続ける。で、ここに右側にスキップボタンってあるんだけど、スキップボタン最初使えないから、初心者の頃はマジでこれずっと見せられるからね。強くなってくると、スキップボタン押せるようになるんだけど、強くなるまではスキップボタン押せないので、ずっとこの画面を見せ続けられます。そしてお金がベジーンベジーンベジーン、まあこれが今まで俺が持っている手持ちのキャラクターたちですね。まあプリコネみたいな感じかな。プリコネも怒るかもしれん。プリコネとお願い社長似てるよって言われたら。で、まあ、こうやって、このキャラクターが、どんどん、べしん、べしん、べしん、プリコネの、なんだろう、ポイズンドラゴンをしばきに行くみたいな。で、これで、成功、出ました。で、出てくるセリフ、口論の末に、とうとう相手を黙らせた。いや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 、社長？社長が、口論の末に、相手を黙らせて勝利？んなことある？マジでわけわかんないんだよな、このゲーム。なんか お金でぶん殴ったと思ったらさ、口論してたらしくて、金でベチンベチンで相手を黙らせたみたいな。まあそんな感じでですね、まあこういう商戦っていう機能があって、まあそれに必要なのがこの実力っていうやつですね。で、実力を伸ばすのはここら辺のその自分の育成。まあレベルちょっとプリコネみたいって言ったのここら辺にあるんだけど、まあこうやってほら、レベル上げれるんですよ、キャラクターごとの。そう、なんかちょっとこのレベルの上げ方とかは少しプリコネを思い出すなって感じがしますね。うん。
で、まあ、これで実力伸ばしてベチンって敵をぶったたくパワーを上げていく。で、他にこの今なんかアイコン出てるじゃないですか。このアイコンはなんか選択式ですね。なんかちょっとこうなんかちょっとシナリオが見れます。まあ、このあのビッ会員になったから毎月メンバーサービスが受けられるギフト、例えばお客さんは財布を届けたことに感謝していましたギフト。じゃあこのびっくりマークを押すよ。荷物が盗まれたと主張するお客さんがいます、どうしますか。これ2択なんだよね。謝罪し弁償する、監視カメラの映像を確認する。まあじゃあちょっとね、まあまずは監視カメラしよう。監視カメラからお客さんが忘れていたことが分かりすぐに見つけてあげました。まああるよな。まあこういうのちょっと俺もゲームセンターとかであるわ。ゲームセンターとかでありました。で、ちょっとじゃあ見てみよう。この近くで商店街のイベントがあります。宣伝のため人員を派遣しますか？じゃあちょっと人員派遣してみましょうか。宣伝が成功しました。多くの人が見に行くと言っています。で、これでお金がもらえるんだよね。で、まあこうやってお金を稼いでいって、店内で泥酔してしまったお客さんがいます。どうしますか？追い出すよ。消えな。ほら。追い出した後、お客さんが入り口で騒ぎ始めました。隣に新しくスパがオープンしました。どのように対処しますか？新しいサービスを展開する。相手を恐喝しに行く。もう下だよね、もちろん。相手を恐喝しに行く。怯えた相手は賠償金を支払いましたが、あなたも刑務所入りです。いや、社長終了ですね。社長終了でした。まあ、これがあれだよな。まあ、その上層教育に役立つわな。子供にやらせたいゲームかもしれない。恐喝するのは良くないよ。そういうの分かったですね。店に韓国人が一人来ました。誰に接客させますか？よいしょ。経営が高いほど成功率上がる。韓国人は適当に何か買うと暴言を吐いて去っていきました。ヘイトスピーチ。ひどいヘイトスピーチを見た。このチャット見てよ、これ。いやあ1万円イコール5万ダイヤプラス VIP10 購入 LINE85 終わっとる。このゲーム完全に終わってますね。もう終わりですわ。まあそんな感じで、でまあこの貯まったお金、じゃあお前今 19.7 兆、俺 19.7 兆あるんだけど、まあじゃあこのお金をどうすんのっていう話なんだけど、まあ例えばこのお金は様々な用途に使うことができます。例えばこの超級バーでそのお金を使ってね、レベルを上げる場合にも今10回募集するのに1兆円必要だから、まあこれでお金を使ったりとかね、だからこれによって稼ぐ金のスピードが上がるからよりお金を稼げたりするよとか、例えばまあ投資っていうのがあって、まあこれちょっと投資するとあれがもらえるんだよね。この金色のメダルがもらえるんですよ。でこの金色のメダルをキャラクターの育成に使うことになるから、まあ、だからここのキャラクターの育成のために実質お金を稼いでおかなきゃいけないとか、まあ、あとちょっとメインシナリオもやれたりしますね。でこれ毎回タップしなきゃいけないんですよ、実は。毎回タップしなきゃいけなくて、でその自動出資っていうボタンがあるんだけど、まあ、これね、指紋、この自動出資っていうボタンを押すと多分勝手にこの連打しなくてもよくなると思うんだけど、ゴールド月額会員購入しないと解放されないんだよね。だから俺ずっとこうやってタップ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 ビビ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 ってやってる。で、まあこのレベル上げだよね。例えばだけどこのレベル上げも何回も押さなきゃいけない。だから俺これどのキャラも300回とかピピピピピピピって押して自分でやってる。なんか自動連打機能とかはそんな便利なもんは世の中にないですね。はい、じゃあちょっとね、このなんか熱量がたまるとね、イベントを展開することができるんですよね。そしたらこのイベント展開、これでお金が手に入ります。なんかちょっとこう顧客のなんか感想みたいなのが見える。で左側に動画スキップあるけど、これも最初は動画スキップできません。最初動画スキップできないんで、毎回この画面見せられる。でこれで、事業評価やってお金をちょっともらえますね。まあこうやってお金をもらいながら次に、まあ、もっとお金を稼げるように投資をしていくよっていうゲームで、まあメインのシナリオとかをこうやってタップしていくと、これね、最初ね自動前進ボタンないんですよ。だから最初こうやってた。マジでこれ
最初ちょっとなんかランクが上がると自動前進機能が解放されるんだけど、自動前進機能はしばらく解放されないから、最初こうやって前進ボタンを連打して これ1回行くのに120億円消費しなきゃいけないんですよね。そう、1回行くのに120億円消費するから、120億円をこれのお金を稼ぐためのお金とかが必要になってくるわけですよね。なんでまあちょっとお金ももっとここでも使う、まあ、お金を稼ぐときはまあこうやってしなきゃいけないよっていう感じかな、うん、でここで最後まで行くと敵の ボスが出てきます。敵のボスが出てくるんだけど、まあこのボスも戦闘始まりますね。レシーン口論の末に相手を黙らせることができます。口論の末にとうとう相手を黙らせることに成功いたしました。はい、まあということでね、まあ基本的にはこんなゲームだよね。基本的にこうやってこうシナリオ進めたり、そのタピオカ屋さんを強化したり、こうやってタピオカ屋さんとかを強化して稼ぐ力を上げて、でかつまあ金とかを稼いでるとですね、あとキャラクターの最大上げれるレベルとかも上昇していくんで、まあその最大上げれるレベルとかを上昇させて鍛えていきましょうっていう放置系のゲームだな。まあちょっとなんか触ってみたけど、別にそのクソつまんねえわって感じじゃないですね。なんかさ全然触れるようなゲームになってておもろいんだけど、まあなんかこんなゲームだとは思わなかったよね。そのお願い社長っていうゲームがさ、その広告を見た限りで、この蓋を開けたらこんな感じのイベントだとは思わなかったっていうところは正直あった。最近ね、意味わかんねえやつがあってね、これ深海釣り海を征服せよっていうイベントがあるんだけど、まあ、これがですね、ちょっとじゃあまあハープーン購入してみようか。まあ、これどんなゲームなのかっつうと、なんかこれなんかメダルゲームだよな。なんかメダルゲームにこんな感じのあったよな。魚影がさ、こうやってこう魚群がこうやっているから、でこの魚群に向けて、はい、森をハープーンを出して敵を突くと、そのお金をもらえたりとか、その交換するためのマネーがもらえるイベントだったりとか、まあちょっとなんかガチャガチャガチャポンがあったりとか、まあなんかいろんなイベントがありますね。はい、まあこのゲームはそんな感じかな。なんかね、なんかおもろいのがあったんだよな。工業王だっけな、なんか工業王っていうのがあって、このゲームがどういうゲームなのかっていうと、この工業王っていうゲーム、なんか採掘するんだよな。ほらこうやってみんな採掘してるんだけど、なんかその採掘のポイントを増やす、こうやってこうみんななんか掘ってるじゃないですか。掘ってるから、まあ俺もじゃあこうやって掘るじゃないですか。これで掘ってしたら、もうポイントが手に入るんですよね。時間経過でこうやって時間経過でポイントが手に入るんだけど、さらにですね、 VIP レベル8とか東京障害会伝説、まあこれ昇格ですね、したりすると、そのなんだろう、採掘場を3個手に入れる、最大3個手に入れることができるんですよ。でさ、これめっちゃいいじゃないですか。その VIP レベル8に到達するだけで、その要するに報酬が 1.3 倍になるわけですよね。もともと1倍だけど、収益2倍、収益3倍になるわけですよ。 VIP レベル8に行きたいなってちょっと思わないですか、この場合。だってそしたらさ、採掘場が2個、つまり報酬を2倍の速度で手に入れることができるじゃないですか。で VIP レベル8ってどうやったらなれるのかなって思ってちょっと見てみたんだよね。そしたら VIP レベル8が累計チャージ金額2万円安くないな安くなさすぎん。2万、嘘だろ。なんかもう完全にさ、取れるやつからお金を取ることをなんかもう隠してないもんね。もうちょっと隠せ、その気持ちを、みたいな感じなんですけど、はい、まあこんな感じで、まあいろいろね、まあ僕無課金で、完全無課金でプレイしてるんですけど、 VIP レベル0だから分かると思うんだけど、うん、僕 VIP 0ね、まあ、VIP 8になるとね、まあそんないろんな恩恵を得られたりとか、 VIP 最大 VIP なんぼだったかな、最大 VIP が20ですね。累計チャージ金額100万、1101001000万10万1000万や、嘘だろ。
VIP20 の特典1000万円以上課金したらなんだけど、すごっ、よう出せるわよう出せるなこれ、すげえ。まあなんかあれですよね、狭く深くですよね。一応こう広告で広く集めて、どうぞどうぞプレイしてみてくださいっつってやらせておいて、でドハマったやつ、ガチコンと課金するやつだけをこう選別してるみたいな、まあ、そんなゲームなんだろうな。まあそんな感じでね、まあこちらの、お願い社長というゲームは、まあちょっとなんか広告だけ見てよくわかんないよって人もいたと思うんだけど、こんな感じの放置ゲームでした。まあ意外とね面白くないわけではないので、触ってみてもいいとは思いますけど、まあ課金はせん方がいいなやってて思うけど、課金はせん方がいいだろうなと正直ちょっと思うところはあります。そんな感じでした。皆さん参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。あー危ない、どいて、貧乏くさ、私に触るな。まあいいや、報われない世の中だ。ああムカつく、借金センターに行こう。ここは人が多いのでまずコンビニをする。商品が全然売れなくて資金が減っていく。一か八か、全資産を作って規模を拡大する。おお、資金がどんどん増えていく。ツーリングガスも解放された。引け、わあ、上司さん、美人秘書、豪華別荘。へへ、お金があったらそろそろ車を買おう。社長様はどの車が欲しい？あなたは。